全部親です。親金持ちなの？いや、親にしてもらいます。え、親お金持ちなの？いや、お金持ちじゃないです。え、親何度も言わないの、それって？え、何とも言わないです。あ、言わないんだ。でも親が言うには、うん、そのキスマイのグッズを買ってって言われるより、やっぱ自分その必要、服って必要なものじゃないですか。金とは折れんわけじゃないです、うん、でじゃあキスマイのグッズ買ってって言われるより、服買ってって言われる方がまだマシやって言って買ってくれますよ。ああ、そういうことね。まあ確かに、でもなんか親はね、こう子供が生まれたらこう買っちゃうっちゃ買っちゃうけど、はい、いやでもちょっとね、僕ね、まあ好き好きは自由だけど、ちょっとこう見直した方が僕もいいと思うんですよ。だってなんでですか？で、玉森くんの僕のどこがいいかわからないんだよ。偽玉森じゃまず我慢できない。ツイキャスなら偽玉森っているんだけど、いくらでも抱いてくれるよ、そっちの方が。顔にいますね。鈴木優太ですよね。うん、嫌です。嫌なの？やっぱ本物がいいの？どこがいいの？玉森くんの。玉森くん全部がいい。もう体も顔も目も、もう全てが愛おしい。本当にだから、その自分の周りにいる男の子とかには見向きもしないの？だけもうなんか最悪の話、リアルな話で言うと、うん、だけもう玉森くんが履いた食べ物とかあるじゃないですか。アイドルは履かない。食べてって言われ、アイドルは履かない。それ食べてって言われたら、それ食べてって言われたら私食べれますもん。いや、マジっす。いやー、もう男目線で言わせてもらうと、多分ね、相当玉森くんと付き合うの多分厳しいと思うわ。もう宝くじに当たる確率ぐらいだと思うじゃん。うん、でも、たとえその確率が 0.1%、うん、まあ、1%? でもその 1% の確率を信じているのが私なんですよ。あー、そういうことね。はい。それはもう仕方がないな。でもそれはな、まあでも結局なんかね、僕からやることはもうとりあえず言ったから、まあ、うん、あんまり逆に、うん、じゃあ水にゃは何が好きなんですか？どうですか？アイドルが好きです。例えばなんていうやつですか？可愛い子が好きです。もうネギっ子が好きです、僕は最近。何それ、ネギっ子？ネギっ子ってあの新潟のね、ご当地アイドルなんだけど。絶対キモいやん。キモくはないよ、だって絶対キモいやん。うん、キモくはないだって。それと一緒やん。そんなん、ジャニオタが嫌いって言おう、イコールもう、そんなん一緒じゃないですか。一緒にしないでもらえますかって。あなたみたいに僕はチケット、まあ、転売されたこうチケットのも買わないし、出待ちとかもしないんですよ、僕は。だから、普通に正規のね、あれでこうチケットも買うし、CD とかもこう正規な方で、うん、全部正規な方でやるんですよ。ルール守ってやってるんで、僕は。てか、むしろ、なんか、ジャニオタが嫌いっていう男子は何ですか、ほんまに。うざいんですよ。ジャニオタが嫌いな男子は。だから気持ち悪いじゃん、はっきりしてるって。じゃあむしろ、うん、じゃあそのジャニオタ嫌いって言ってる自分自身はジャニーズに勝てる自信はあるんですか？あります。ある。ある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 。じゃあ顔も勝てるんですか？いや顔じゃないから、うん。じゃあむしろみんなジャニオタがこう嫌いなのはマナーなわけ。何千何万人、うん、マナーが悪いだけでジャニオタを嫌いって言うんですか？それはおかしくないですか？うん、うん、マナーが悪い。マナーが悪い。だから僕は経験したことがあるんですよ。京セラドームでこうライブやってるときに、キスマイのライブがやってるときに、隣にこうイオンがあるんですけど、まあ、こうエレベーター前でこうね、ジャニオタの人たちがこうたむろってて、おばあちゃんがね、こうエレベーターの乗りたくても乗れなかったっていうこととか見てるからいっぱい。で、そっからこうもジャニオタがすごい嫌いになったし、ね。そんなおばあちゃんがガツガツ行かないといかダメじゃないですか。いやいやいや、だって、ね、世の中にまた気が弱い人もいれば、こう気が強い人だっているわけじゃん。特にこうおばあちゃんですよ。ね、腰曲がって、そんなライブ、カート押してるようなおばあちゃんですよ。ね、気が弱いでしょ、そりゃさ。じゃあそんなんだったらライブ会場に来ないでくださいっていう話じゃないですか？なんで？で、その人にとってのこう生活のさ、範囲内が、ね、イオンかもしれないんだよ。そうやけど、うん、そうやけど、なんか普通私やったら絶対にそんな陽気人がおったら帰りますもん。いや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 、だっておばあちゃん、だっておばあちゃん、あ、腰曲がってこうおばあちゃんなんでさ、自分がこの移動範囲なんで、自分が移動できる範囲なんてこう限られてるんだよ。例えばその京セラドームのご近くにこう住んでるおばあちゃんで、うん、一番近いねスーパーがイオンで、生活必需品をこう買い物してて、そういうことされたらじゃあどうするのかって話だよね。
若い人の感覚と、ね、あの、高齢者の感覚でまた違ってくる話だからね。まあ僕らなんかはさ、まだ若いから、今人多いなって思ったら、あちこちまあ移動できると思うんだけど、おばあちゃんそれ無理なんだよ。っていうことだよ。うん。そういうこと。じゃあ、ジャニオタが、マナーを良くなったら、うん、ジャニオタのこと好きになるんですか？いや、僕は好きにならないです。じゃあ結局な、じゃあどうしたらいいんですか、無理です。ジャニオタは。ジャニオタ気持ち悪いです。無理です。じゃあ、ジャニオタが好かれる方法っていうのはないんですか？ジャニオタから日本から全員消えたら、海外に移住してくれたら僕は、いいです、それで。じゃあもうそのジャニオタがおらんくなるってイコールもそのジャニーズ自体が海外に移住することになるんですよ。ジャニオタの方々がこう日本からいなくなってくれれば僕はもうそれだけでこう日本が平和になると思ってるんで。だけ私はじゃあもちろんもうキスマイが海外に移住してくれたら私も海外に移住してジャニオタは全部そっちに流れると思います。だからもうむしろジャニーズ自体が動いてくれないと私たちも動けないんです。そっか、よし、俺明日からこうジャニーズ事務所にメール送っとこう。ジャニーズは海外にいませんかって言って。だからもちろんそのジャニーズが海外進出してくれたら私たちも海外進出しますよ。ジャニーズが海外進出したらどんどん規模が広くなりますよ。それあなただけだよ。みんな日本に残るわ。あなたぐらいだよ、こう海外に行きますみたいなこと言ってんの、本当に。え、私はそうです。だって命じゃないですか。その日本から消えたら私も日本から消えますよ。命なんだ、キスマイの玉森くんが。え、命ですよ。ってか、うん。酸素ですから。タモリ君が例えば 40、50なんてさ、老けたらどうすんの？ぽっちゃりしたりとか。私も共に老けてぽっちゃりします。一生タモリ君にこうついていくんだ。当たり前です。で、実際だって性格とかそういうのだってこう知らないわけじゃん。まあ、僕もそのタモリ君の実際の性格とか何も知らないけど。いや、でも知ってきますよ、どんどん。いや、知っていくって言っても、こう、テレビとかでそういうの、こう、キャラクターっていくらでも作れるわけじゃん、画面の中だからさ、実際会ってみて、話をしてみてとかじゃん。それは妄想で作っていくんですよ。妄想で作っていくの？こうであってほしいって。DV 男と終わったらどうすんの？え、それはそれで許します、玉森くん。それで許すの？てか、むしろ、玉森くんに DV されたとしても、私は許します。耐えます。耐えるの？一緒に入れるだけでいいです。一緒に入れるだけでいいの？うん、いい。あ、そうだ。だからむしろ浮気されてもいいの？浮気をされても、婚姻っていうこう事実がこう残ってればいいわけか。あ、いいわけ。あ、そうなんだ。とりあえず一緒に入れるのがいい。隣で入れるだけでいいの？もう無理だよ、その時点で。無理だろ絶対に。いや、もうだってまずね、多分ジャニーズと付き合えないよ。え、でも付き合えるかもしれないじゃないですか。無理やって、そんな無理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 、そんな。いや、うん、分からないじゃないですか。うん、じゃあもし玉森くんが誰かこう女優とかとこう熱愛が出てきたらどうすんのさ。でも、そんなん、負けません？結婚したらどうすんの？奪いに行きますよ、もちろん。奪いに行くの？どうやって奪いに行くのさ、それは。それはもうお金かけてですよ。お金かけるの？私の酸素を奪わないでって。お金かけて、死ぬから。死ぬからって。死ぬから。そう。死ぬからみたいな。だからもうむしろ玉森くんと結婚する前に私が死ぬとするじゃないですか。はいはい。お葬式に来てほしいですね、まず玉森くんに。玉森くんにお葬式に来てほしいです。お葬式でキスマイの曲流すの、ずっと。当たり前じゃないですか。マジで。いや、お経読まれるより絶対キスマイの曲かけてって言ってますもん、親に。え、じゃあ、自分の家のこうお墓か、それかこう、玉森家のお墓に入るとしたら、どっちが入る？あ、それは玉森家のお墓に入る。玉森家のお墓に入るの。うん、で、むしろ言わせていただきますが、はい、自分の親と玉森くんが海で溺れかけているとします。はい。どっちを助けますかって言われたら、それは玉森くん助けに行きます。玉森くん沈めます、逆に。やめてください。足にとりあえず足に重しをつけて沈めます。だからもうミズニャンと玉森くんが絶対にその溺れかけとったら、もうミズニャンほっといて絶対に玉森くん助けに行く。うるせえよ、その比較すんな俺玉森よ。
いけん、もう、ミズニャンに足に重りをつけて、はい、さよならっつ。それは別にいいですけど、僕は枕元に立って、あなたのことずっとこれは見続けるんで、もう、うなされると思いますよ、ずっと。逆に、うなし返しますよ。うなし返す？うん、うなし返しますよ。うん。まあでもね、ハッキシーって、騎手って40、50とかになってもジャニーズ追っかけられる？もちろんです。私腰が曲がってそのカートをしながらでも行きますよ。エレベーターにたとえ乗れなくても頑張ります。で、玉森くんでもう30近くでしょ？あなただったら10個ぐらい違うわけだからさ、あなたがこう腰曲がった頃は玉森くん80歳ぐらいだよ。いいよ。それでも追っかけるの？追っかけるよ。マジか。自信がある。そっか。いや、みんなこんなんさ、絶対に無理やとか思っとるかもしれんやん。とか、絶対思っとるやろ。そんな。うん。思っとるかもしれんけど、私はやるで。やるの？追っかけるで。追っかけるの？追っかけるで、ほんまに。追っかけるの。いや、もう。たとえ私が退職しても自分の貯金をキスマイに使うよ。いや、ほんとに。いや、僕からも言うことがないです。とりあえず誰にも迷惑をかけないように頑張ってください。あ、負けました？水にゃん。僕負けました、今回はちょっと。あー、これはね、何も生産性もないし、これ勝っても何もなんか意味がないなと思ったんで、撤退します、ちょっと。でも私の愛は伝わりましたよね。伝わりました。ジャニーズ愛は。伝わりました。ガチ勢ですよ。伝わりましたな。ガチ勢です。よかったです。正直で気持ち悪いなと思いました、僕は。やめてください。でも、私はジャニオタよりミズニャンの方が気持ち悪いと思います。なんでですか？なんか生理的にそう思います。生理的にそう思う？うるせえ。でも、ミズニャンもう頑張ってください。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。うるせえ、ブス。